さんこんばんは。3月2日木曜日、日本文化チャンネルさくら沖縄の声のお時間です。当番組は2000人委員会、友の会、共産広告、広告主、総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りしております。皆様改めましてこんばんは。沖さよ料理研究家の、ボギーテドコンと申します。さてさて、まあ、南の島沖縄、昨日はね、もう夏のような暑さだったんですが、今日はまた一転して、まあ、5、6度下がったんじゃないかななんて思っております。まあ、気温の変化に弱いのはもちろん沖縄左翼の皆さんでございまして、今日あたりはヒーサーガタガタしながらですね、アウアウしてるのかななんて思っております。本日もよろしくお願い申し上げます。はい、皆さんこんばんにゃん。はい、いつもは月曜日が、月曜日にいつも出てるんですけど、今日は木曜日ということで、はい、もうドキ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 噛まないか心配な美咲です。よろしくお願いします。はい、美咲ちゃん、今日もね、はい、またお付き合いお願いしたいと思います。はい、お願いします。今日は木曜日なんですけど、はい、この木曜日というのは実はですね、はい、この沖縄本島では、周波数 76.8MHz で、はい、私がメインキャスターをやっているワンヌウムイというラジオ番組放送日なんですよね。はい、ちょうど22時あたりから、流しているんですけど、まあ、結構ね手厳しい内容で、はい、時々ねあちら界隈の方から苦情が来たりとかするという、そういう番組でございますけど、まあ、当然コミュニティ FM なんで、うん、本土までは届かないんですよ。はい、沖縄のね山のてっぺんから見える範囲は届くんですけど、まあ、例えば東京の方とか、はいはい、九州の方とかが聞きたい場合には全然聞けない。まあ、でも聞く方法はあるんですよね。はい、YouTube チャンネルに、はい、チャンネルボギーというね、チャンネル作っておりまして、はい、そこでアーカイブとして載せています。はい、まあ、このさくらでね喋り足りない部分なんかそこでずけずけとね喋っていたり、はい、マスコミが絶対に報道しない動画上げてたりするんで、ぜひね、はい、皆さんお時間がある時にチャンネルボギー探して、このラジオ番組、皆さんも大好きなこの HK マンゴー仮面さんもね、はい、出ますんでね、ぜひ見ていただいて思いっきり笑っていただきたいと思っております。まあ、あまりね政治的な話をクソ真面目にやるともう耳も目も疲れてくるんですけど、やっぱりね、もういいようにいいように、まあまるで料理をするような感じでねお話をすると結構疲れないかななんてね、私思ってますんで、今日も思いっきり料理させていただきたいと思っております。では最初にいつものコーナー、今週の自衛隊、美咲ちゃんお願いいたします。はい、フリップこちらです。でいはい、こちらが陸上自衛隊那覇駐屯地に提示されております緊急患者空輸と不発弾処理の復帰後の累計です。こちらが3月2日本日のものとなっております。緊急患者空輸が1万159件、1万159件、こちら、1月1日に比べましてプラス33件となっております。不発弾処理の方が39,411件、39,411件、こちらが1月1日に比べましてプラス131件となっております。131件、多いですね。すごい数ですよね。はい、まあ、この2ヶ月間で131件というと本当に毎日2回ずつ出動しているような計算になるんですけど、はい、この不発弾処理、なんとね美咲ちゃん、この2ヶ月間で総トン数にして2トン、2トン増えているんですよ。はい、まあ、ちょっとした乗用車2台分ぐらいの不発弾が、まあ、この沖縄からね掘り出されている、そして処分されているということなんですけど、まあ、1トン爆弾というやつでもすごいでっかい穴が開くんですよね。はい、はい、それが2トンですから、もう本当に大変な量だなというふうに私思ってますけど、まだまだ沖縄県内には
2000トン前後の不発弾がまあ埋まっているということになりますんでね、あのこの調子だと本当に何十年かかるんじゃないかなんてね、私思ってますが、こうして、昼夜そしてね祝日祭日にもかかわらず、この沖縄の県民そして県土を守るために、まあ、尽力されております自衛隊員の方々に、心から感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ではこっからですね、美咲ちゃん、はい、あの政治的な話ばっかりだとやっぱり耳が疲れるんで、うん、はい、今日はちょっとね、はい、嬉しくなるようなお話をさせていただきます。はい、フリップをご覧ください。ドン、祝いでございますよ。はい、ハートマークがいっぱいあって祝いでね、まあ全然さくらの番組と思えないようなフリップなんですけど、はい、実はね、去る、2月23日、はい、はい、2月23日と言いますと、うんうん、あの陛下の誕生日、まあ、天朝節なんですよね。はい、いわゆる天皇誕生日として祝日になっていたのを美咲ちゃん覚えていると思いますけど、はい、まあ、その日は沖縄ではねすごい晴れ渡って清々しい日だったんです。はい、実はね、はい、桜をご覧になっている皆様の中でももうご存知な方もいると思いますけど、はい、改めてね皆様に報告をさせていただきます。うん、なんとこの陛下の誕生日にですね、うんうん、トン、おー、なんと皆さん、はい、私初孫が生まれたんですよ。そうなんだ、誕生日がすごい、もうジージーになってしまいましてね、思わずね、ひげ生やしてポニーテールにしようかなこれやってポニーテールにしてしないといけないかなと思うんですけど、はい、皆さんとうとうジージーになってしまいました。いやーね、あのよりによってね、うん、この陛下の誕生日に、ね、生まれるなんて本当に恐れ多いというか、まあ、光栄というか、はい、まあ、一生忘れられない日になったなと思いますけど、みんながね、美咲ちゃん、はい、このベイビーの顔を見てね、はい、みんなが笑うんです。なぜかというとね、うんうん、私にそっくりだって言うんですよ。そうなんだ。はい、そこで私の、うんうん、1歳ぐらいの時の写真をお見せします。これでございます。すごい、ドン、見たい。うわー、めちゃくちゃかわいい。すごい。あ、でも目元、あ、でもほっぺたの感じもテドコンさんですね見てますか、美咲ちゃん。めっちゃかわいい。さっきの子に、確かに目元めちゃくちゃ似てますね。はい、はい、似てます。すごい目が、はい、すごい可愛い。まあ、これねもう50年以上前なんでね、すごい写ってる車、これなんだか分かったら結構車のマニアさんだと思いますけど、かわいい。まあ、当時の沖縄はこうしてね米軍の払い下げの車、うん、普通に乗っていたんですよ。まあ、うちの親父が乗ってたらしいんですけど、バスとかじゃないんだ、車なんだ。はい、ジープなんですよ、ジープ。めちゃくちゃかっこいい車ですね。はい、まあこういうふうにねよく似てるななんて言われていますけど、うんうん、いい、あの多分ね、あの、はい、みんなが大きくなったら可愛くなるんじゃないかなんて言ってますけど、まあ、大きくなったらこれがね髪が伸びた感じになるんじゃないかと思います。うんうん、これでございます。ポン、これも可愛いですね。いいですね。はい、パウンドケーキを持ってる20代の頃の私でございますけど、まあ、私にそっくりであればこんな感じで女の子になるんじゃないかなと思っていますけど、いやでもね、あの初孫ができたということで、いややっぱりなんか嬉しいですよ。はい、周りはみんな反対してますけど、まあ1歳ちょっとなったらですね、犬を連れてですね、バケツとこの魚取りの網を持ってですね、あの沖縄の干潟をね思いっきり歩き回って真っ黒にしてやろうかと、いわゆるこれをね沖縄では海を歩くっていうんですけど、真っ黒にしようかなって言ったらもう今みんなに反対されてるところでございまして、まあ女の子を海に連れてって真っ黒にするのとんでもないっていう感じで怒られているんですが、やはりね、あのそういった自然と親しむっていうのは大事だと思いますんで、あのボディーガード代わりの秘書さんを連れてね、はい、海で思いっきり熱帯魚を取って遊んであげようかななんて思っております。いいですね。まあ、逆にねこうしてあの新しい命が生まれたっていうことは、
今生きている現役世代の我々はこういった子どもたちの未来をね、何が何でもやっぱり守っていかないといけない、うん、大切なもの、守るべきものがあるから、あえてね戦わざるを得ないような、そんな時も来ると思います。ぜひね、あの皆さんも私たちと一緒になって日本の未来を作っていってほしいと思っております。今後ともまたよろしくお願い申し上げます。はい、ということで美咲ちゃん、非常に嬉しい、ね、あのニュース今日はお届けさせていただきました。いやとうとうね、じいじ、はい、まあ、じいじっていうと私はもうこれしかこれしか思うんです。とうとうなっちゃったのかななんて思うとね、はい、うん、まあ感慨ひとしおということで、うん、なかなか簡単に死ねなくなったななんてね、うん、思っております。しかしね、本当に時の経つのは早いもんでね、うん、まあ、自分の子供たちがもう一緒になって海でね遊んだり、うん、魚釣りをしてる時期っていうのはあっという間に過ぎて、うん、まあ、とうとうこうして人の親になったっていうのは本当に時間っていうのは止まらないんだなと、と、うん、いうことで今日はね、止まらない時間をちょっと引き戻したお話をさせていただきます、はい、フリップご覧くださいと、はい、あれから10年ということでございまして、はい、まあ、渡辺美里さんの曲にあれから10年もというそういったね歌う曲があるんですが、今日はそれをカラオケでやるわけではございません。あれから10年というと私たちからするとこれでございますと、うーん、はい、これは何かと言いますと、はい、福島みずほさんがでしたかね、あのこれと思って別なヘリをオスプレイだなんて騒いでいたんですけど、まあ、これが配備されてね10年目、はい、10年今ちょっと経っているんですけど、はい、その10年前っていうとね、はい、この沖縄左翼の皆さんがもう本当に現役バリバリ元気な頃だったんですよ。はい、これを見て分かるようにのオスプレイ、どっかで見た横断幕ですよね。はい、これあのマリンアウトおじさんが、はい、普天間基地で掲げてるやつでございまして、あ、はい、まあ、これを見て分かるように当時から見てもね、結構年配の方が多いなっていうことをね皆さんも感じると思います。しかし当時のねこの沖縄左翼の皆さんっていうのはすっごい元気があってですね、行動力があった、ね、信念も確かあったと思うんですよ、はい、一人一人がねマリンアウトおじさんのようにね、うん、確たる信念を持ってねこうして座り込んでいたということでございまして、これこそ本物の座り込み、今の座り込みってね、はい、今の座り込みって座り込んでもいないのにカウンターだけ上がっていくって不思議な座り込みもあるんですが、うん、うん、当時の方々本気でこうしてね座り込んでいたんですよね。さてそういった人たちをまた盛り上げていたのがメディアの皆さん、うん、もうメディアもねこの反基地活動家と一緒になって、彼らを賛美、そして彼らのやってることが正義だというふうにね、県内のみならず全国に発信しまくったということでございまして、まあ、こういった違法行為にね、あの加担していると言われてもしょうがないんじゃないかというふうに私は思っています。さて、これ普天間基地のゲートの前なんですけど、いろんなものが現れました。はい、これは ある高名なね反基地活動家なんですけど、はい、まあ、こうして基地の前に座ってですね、拡声器でなんやかんや喋っていたんですけど、うんうん、まあ、こういったのが美咲ちゃん見て、うん、あ、素晴らしい、応援したいと思います。怖くて子供たちこれ見たら泣いちゃいそうですけどハロウィンとかではないですよね。そうなんですよね、そして子供たちといえばこのように、はい、で子供たちが通学をするところに現れてですね、うんうん、米軍車両の、ね、こういった邪魔をする活動家もね、うん、現れたんですよ、はい、まあ、これをやることによって普天間基地に入る車を彼らは止めたんですけど、おかげでね大渋滞が起きた。もう迷惑被ったのは、このね止められた米兵だけではなくて、ここを通勤コースに使っている一般の沖縄県民も大迷惑を被ったということなんですけど、まあ、彼らにしてみればお前たちのためにやってるんだから我慢しろということなんでしょうね。
さて、そういったね、あの人に迷惑をかけまくる半吉活動家ばっかりではなかったんです。ちょっとね、おちゃらけた方も出没しました。トン、すごいすごい、なんかこれ反対派の方、反対派なんです、なんかオスプレイ大好きな人みたい。いや、これね、発泡スチロールで作ってるんですけど、すごいクオリティ高い。反オスプレイではなくて、もう完全にね、オスプレイファンクラブではないのかななんて思ってしまうんですけど、はい、今これ持ってたらぜひ譲っていただきたいなと思ったりもします。いや、しかしなかなかね、造形もよく作ってありまして、なかなかのね、腕前、もうこうなったら反対派じゃないだろうと。これ反対派の集会でこの格好でいったら石投げられてるんじゃないかと思ったりもします。しかし、そういったね、反対集会、このように子どもたちまで動員。すごい沖縄左翼の皆さん、すごいんですよ、はい、自分たちじゃなくてね、子どもたちまで動員させ、このようにオスプレイ反対というね、プラカードをぶら下げさせて、まあ、いわゆる自分、親、もしくはね、じいちゃんばあちゃんのオスプレイ反対という思いを子どもたちに背負わせていたということで、まあ、こういう小学生の子どもたちがなぜオスプレイ反対しないといけないのかっていうことを理解できたのかななんてね、思っています。これが約10年前。すごい、いや、すごいでしょ、美咲ちゃん、うん、こういったことがね、まあ、当たり前に行われておりまして、またそういった子どもたちを使ってメディアというのは、子どもたちも反対してるんだからみんな反対しましょうっていう、そういった報道をしたんです。それがこの場面ですね。トン、すごいでしょ。うわー、すごい、はい、これ普天間基地の、野岳ゲートの前、こうしてね、子どもを先頭に立てて、子どもにノーオスプレイのプラカードを掲げさせてですね、そこにこうしてマスコミが群がる。そして子どもも反対してるんだからみんな反対しましょうと、これが正しいことなんですよっていう、そういったね、いわゆる宣伝工作に使っていた。もうまさに子どもは道具と化していたんですよね。まあ、道具と化すというと、本人が道具になっている場合があります。まあ、このようにね、すごい、はい、We don't need オスプレイとね、こういうふうになんか書いていますけど、こんなことしてなんで生活できるのかななんて思いません、美咲ちゃん、確かに、はい。そしてね、彼らがね、完全に理論破綻してるというか、いわゆるもう完全手段がね、目的化しているというのがこれですね、はい、これ当時の、はい、プラカードの横断幕なんですけど、はい、安全であろうがなかろうが、オスプレイ配備のっていうことで、結局ね、はい、危険だから反対してるっていうわけじゃない、ね、安全であろうがなかろうがオスプレイ配備のということで、これ見ると、じゃあなんで君たち反対してるのっていうことが出てきます。しかし、その疑念はこれから確証に変わります。ぜひね、また、ご覧になっていただきたいと思いますけど、そういった中で起きたのが、こういったフェンスの汚損活動ということでございまして、まあ、誰が始めたか、まあ、米軍基地のフェンスをね、こうした紐とかテープを巻きつけることによって真っ赤に染めてですね、そういったオスプレイ反対普天間出て行けの意思をね、ここに表すということで、彼らはこれをフェンスアートと言って、テープでこのように文字をね、書き始めたんですよ。まあ、こうして出て行けとか、あとね、私たちそれを掃除するフェンスクリーンという活動を同時に始めたんですけど、私たちが怪我をするようにこうして、鉄条網ですね、はい、鉄のこのワイヤーを縮めて、それを紐でぐるぐる巻きに縛って、これをカッターで切ると、この鉄条網がバンと開いて手に突き刺さる。もうまさにブービートラップまで仕掛けていました。それどころか、基地は巨大なゴミ箱であると言ってね、家のゴミ、家庭ゴミを持ってきて、こうして基地の中に投げ込むことが、まあ、恒常化していたんですよ。なんかね、そういったゴミを平気で捨てるなんて
日本人の感覚ではなかったんです。さてそれだけではなく、このようにうわ何これ、はい、これ車のドアミラー、車のドアミラー、壊れたドアミラーをわざわざこうしてね、フェンスに結わえつけたり、そしてこれ壊れた扇風機、それに赤いテープを巻いて反対の意思を示して、これを基地のそばに投棄していくということで、いわゆるこれって不法投棄になるんじゃないかなんて私思うんですけど、いわゆる彼らは基地反対のためだったら何をしてもいいんだっていう、そういったね狂信的な気持ちになっていた。まあ、私はこれはね、あの反基地カルトと呼んでいるんですけどね、まあ本当にそういった中で訳のわからないものもくくられていました。これでございます。トン石、はい、これコンクリートブロックの切れ端なんですけど、これを紐でねこうしてフェンスに結わえつけていた。何の意味があったのかななんて何も書いてないし今でもわかりません。まあ、そういった中でね、ひときわ目を引いたのがこれなんですよ。はい、普天間基地や岩国会ということでございましてね、自分たちがいらないものを平気でよそにね押し付けるというこの沖縄左翼の考え、結局ね自分たちさえ良ければいいんですよ。普天間基地や例えば国外へとかだったらわかるけど、岩国に持っていけと、これ岩国の人が見たらどんな気持ちになったんですかね。いや私これ見てね、この沖縄の反基地活動家のいわゆる島国根性、自分たちさえ良ければあとはどうなってもいいっていうことをね強くやっぱり感じたんですよ。まあそういった活動に対して私たちは、この彼らが擁護したフェンスをきれいにしようっていう活動をね始めて、フェンスクリーンっていうね、清掃活動を始めました。まあ、その時の様子がねこれなんですけど、フリップご覧ください。トン、はい、これ子どもたちの手なんですけど、子どもたちも一緒になってねこうして貼られたテープを一つ一つ剥がしていったんですよ。そうして集められた、このねテープ、こうしてゴミ袋にいくつも、はい、いっぱいになるぐらいありまして、まあ、それをねまたきちんと片付けて、そしたらまた翌日汚されてといういたちごっこがずっと続きましたが、まあ、最近はようやくね彼女たちもおとなしくなりまして、まあ、きれいな状況が続いておりますが、決して彼女たちが諦めた、フェンス汚損をねやめたわけではない、ただ一時休止してるだけだというふうにね私は見ています。まあ、そういった中で彼らはそういったフェンスを汚すことをしないで、最近はこういった情報発信をねやっています。争うよりも愛しなさいということでね、島々を戦場にするなということで、沖縄を平和発信の場にというふうにこうやってね、なんかすごいハートフルな、ね、パンフレットを作って仲間を集めているんですよ。さてそこに、私たちは殺したくない、殺されたくない、 Do not kill と、誰だってそうですよね、私たちは殺したくない、殺されたくない、みんなそうだと思います。ところがね、はい、このど真ん中に映ってる人、ね、私たちは殺したくない、殺されたくないと言ってるこのど真ん中にいる主役の方、はい、これってねパンフレット、これインチキじゃないんですか、サリンド、クルサリンドっていう人をですよ、ね、この真ん中にいる人をね、殺したくない、殺されたくないって言って、本人クルサリンドやって言ってるじゃないですか説得力がないですね本当に私思いますけどね、こういったパンフレットをね作って人を集める、まあ主催者発表で千数百名集まったっていうんですけど、まあ、見てる人が見ると半分ぐらいじゃないのっていうことを言ってましたけどね、まあでも本当に彼ら言ってることがもう矛盾してるとしか言いようがありません。まあそのね現場の様子がこれでございます。ドン、はい、いっぱい集まってますね。若い人ほとんどいないですね。まあ、これに参加した参加者がつぶやいていましたけど、参加してる人の中に50代以下の人はほとんどいなかったということでございまして、やはり相変わらず、警察に逮捕されても生活に影響のない65から75の人たち、
が、参加をしている。さてこの写真で気づいてほしいのは、ね、暮らし平和こそと書いていますけど、新日本婦人の会って書いてるじゃないですか、はい、これ実は共産党系の団体なんですよ、まあ、沖縄ではねこういった活動っていうのは大体共産党が中心になってやっていると、はい、そしてこのようにここでも子どもたちが集められてね、こういうことをやっていました。いや本当にね、あのこういう政治的な活動に子どもたち巻き込むのはやめてほしいんだけどね、うん、しかしね最近こういったの辺野古での、まあ、滑走路建設が止められないっていうのをね彼らは気づき始めた。まあもともと気づいてるんです。止められないっていうのを分かっていて今辺野古周辺の、建物や土地を今買い漁っているんですけど、それは将来辺野古区に滑走路ができてそこでねオスプレイや航空機などが離発着するようになった時に地元の人間だということでね爆音訴訟団というのを作ってまた国相手にお金をむしり取る計画だというふうに私見ています。だから彼らは決してね自然とかねあの環境とかウミガメとかジュゴン守りたいんじゃないんですよ。これってやっぱり反基地利権そのものだっていうふうに私はやっぱり思っています。はい、そういった中でね、辺野古だけじゃなくて最近は自衛隊まで標的にしています。こういった人たちが石垣に現れました。トン、何だと思いますこれ、すごい、ね、まあ見たら白髪のじいさんみたいのがなんかかぶっていますけど、うんうん、わざわざねあの雑草が生えてる草むらに立って、多分これ中央分離帯じゃないかな、そこに立ってこうして訴えているっていうんですけど、これ何だと思いますこれいい年越えた大人がやることですか、これ、まあでもちょっとデフォルメされてますがよく似てるなっていうふうに思います。多分耳が大きいのは聞く力っていうことなんでしょうね。なるほど、はい、そしてこれ、これバイデンさんのつもりだと思いますけど、まあこれはぼちぼち似てるかな、はい、50点、はい、そしてなぜかこれが出てきます。うわめちゃくちゃそっくりすごい似てるななんて思うんですけどね、はい、こういった仮面をかぶって道に立ってるんですよ。美咲ちゃんこれ見てね、あこの人たち応援してあげようと思いますか。いやなんか変な人いるなって思っちゃうかもしれないです。そしてこの人たちが持っていた募金箱みたいなもの、43兆円って書いてますけどこれ、上下逆さま本人気づいてないのかな、はい、多分気づいてないと思います、そこにねなんかお札みたいの貼っているんですけど、見るからにちょっと1万円札っぽいんですけど、彼らね相当ケチですから、本物のお札をこうして貼るはずはないんですよとなると何なんでしょうね、もしかしてカラーコピー機で作ったやつを貼っているんですかね、まあでも先ほどねあの世界のそういった指導者の顔があったんですけど、なぜか中国の習近平さんの顔がない、ね、習近平さんの顔がない、なんでだと思います皆さん。やっぱり私理由があると思うんですよ。これでございます。ドン、はい、これ先日のね、集会のパレードの様子なんですけど、まあ、島々を戦場にするなというふうに書いてます。まあ、これは私も同じ思いなんですけど、そこでね叫ばれていたシュプレヒコールが平和外交日中友好なんですよ。でこれが配られていたカンペなんですけど、書かれてるじゃないですか、はい、争うよりも愛したい、憲法違反だ、それ3番目、日中友好平和外交ということでございまして、つまり彼らはですね、あの自衛隊や米軍、そしてねあのこうやって北朝鮮の将軍様までこき下ろしてますけど、なぜか日中友好を強く訴えた。これって皆さん自分たちでバックを暴露してることになってるんじゃないかというふうに私は思うわけなんですよ。今ね沖縄に対してすごい脅威を与えてるのはねバイデンさんでも、ね、北朝鮮の金正恩でもないです、中国なんですよ。
その中国のことは何も言わずにね、日中友好なんてやってるっていうのはおかしい。そしてそういった集会の中心になってるのが、いわゆる共産党さんということで、ね、共産党は中国共産党とは私たちは関係ないよなんて言いながら、本当はどっかでやっぱり仲良くされているんじゃないですか。はい、だからね、危険だろうがなかろうがオスプレイ反対と、つまり彼らにとって中国にとって邪魔なものは全て排除しろというね指令を受けてるんじゃないのかなっていうふうに私はね、やっぱり料理する途中でなんとなく感じているんですよ。はい、そういった感じでもね、はい、沖縄県民こういったものに流されません、実は今度こういうねイベントがあります。トン、はい、アメリカンフェスタが今度あるんですよ。もう何年ぶりですかね、これカデナの方で、なんとね4月の22、23、2時から9時までということで、花火とかライブとか、あとね F15 とか35とか F16 とかいろんなものがね見れて、はい、触れる機会があるんじゃないですかね、はい、こういったね、はい、迫力ある写真をすぐそばで撮れたり、はい、こうしてね展示されてるヘリにね、乗ってみたり、操縦席にね座ってみたりもできるということでございまして、まあ普段触れないこういったものをねベタ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 触ったりできるということでございまして、ぜひね4月後半沖縄に来る皆さんは、こういった米軍のフェスタ、それがねどれだけやっぱり県民が来てるかっていうのをやっぱりご覧になっていただきたいなというふうに思います。まあ、そこではね、軍用機の展示だけじゃなくてこうしたアメリカンな料理もですね提供されておりまして、これバーベキューリブなんですけど、これも非常にうまい。ぜひねこういった方々は、はい、アメリカンフェスタにねこの格好で行ってですね、米軍兵士にブラボーって言われてね褒めたたえられた方がいいんじゃないかななんてね、はい、私は思っております。はい、ということで今日もね思いっきり沖縄左翼、はい、まあ、10年前からぶった切って料理していますけど、さすがにね10年も経つと、有名な、ね、活動家の方々も奇跡に入り、元気もやっぱりなくなってきている、まあ、50代の方々50代以下の方々がほとんど彼らにやっぱり賛同していないっていうところから見ても、彼らは今非常に焦ってると思うんですよね。はい、ふけど踊らず、ね、沖縄県民ということで、まあ、これからメディアを通じてですねまた沖縄県民をどっか取り込もう、そしてそのためには何か大きな事件が起きないかななんて期待している向きもあるんじゃないかというふうに私は思っておりますが、まあ、ネットを、ね、自由に駆使できる、まあ、今の若い世代は、そういった印象操作には流されず、やはりね事実は事実として、まあ、冷静に見てるんじゃないかな、まあ、あと多分10年すれば沖縄左翼っていうのはもう消滅するんじゃないかというふうに私は思ってますけど、皆さんはどうお考えでしょうか。まあ、日本に唯一残された左翼の楽園、この沖縄が正常化するには、ね、時間を待つのではなく、我々自身が日頃からやはり情報発信を続けていく必要がね、これからもさらに高まった。そしてこのチャンネルさくら、ね、沖縄支局が、まあ、沖縄からこういった情報発信をし続けたということは、メディアが隠し続けてきた、まあ、沖縄の本当の姿、現状をね全国の方に知らしめた、まあ、そういった点はね私は本当に、この水島社長のね先見の眼というのをね私は高くやはり評価しております。これからも沖縄から報道されない事実をありのままにまた皆様のところにお届けしていきたいと思っております。ということで本日の沖縄の声、これにて終了させていただきます。またね YouTube チャンネルチャンネルボギーでもここで喋り足りない分バンバン載っけてますんで、ぜひご覧いただきたいと思います。では皆様また来週お会いしたいと思います。本日もありがとうございました。